スルーエ出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。ナイジェリアにルーツを持つ。ナイジェリア人の父とドイツ人の母の下で、カールスルーエの南西郊外にあるオーバーロイトに、生まれた青ゴは、地元のブレーカー SC でキャリアを始め、7歳の時に、カールスルーエ SC の下部組織に入団した。また、 U-15 と U-17 時代は、カールスルーエでの訓練と並行して、たびたび FV グランウィンクルの訓練を受けていた。2000年になると両親が離婚したことで父と共に、ブルフフザールへ移住するため、カールスルーエを去り SV バルトホーフマンハイムに参加し、2002年の15歳の時に SC フライブルクの株組織に入団した。17歳の時に、 同クラブのトップチームに昇格を果たし、2004年10月23日のハンブルガー SV 戦でブンデスリーガ初出場を飾って以降、すぐさまセントラル MF のレギュラーを獲得した。2008から09シーズン開幕前の2008年6月18日に遺跡金150万ユーロで、同国一部のハンブルガー SV と4年契約を締結。 10月26日の TSG1899 ホッフェンハイム戦で初出場を飾り、実節ではマルセル・ヤンセンとティモシー・アトゥバが負傷により先発出場した。以降は左 SB を主戦場として定期的に先発に名を連ね、UEFA カップ2008から09と UEFA ヨーロッパリーグ2009から10でチームの準決勝進出に貢献。 2011年10月25日に DFB ポカール2回戦の SV アイントラ派とトリーア戦で遺跡後初得点を記録した。2012から13シーズンでは開幕前にダビド・ヤロリームとパオロ・ゲレーロがそれぞれフランスとブラジルへ去ったことで最古産の選手となった青ゴはトルステン・フィンク監督から選手協議会に選出された。2013年1月27日の ベルダーブレーメン戦でリーグ初得点を挙げた。2013年8月17日のホッフェンハイム戦で大敗後にフィンク監督からチームに対して2日間の休暇を与えられると青語は同僚のトマス・リンコンと共にマヨルカ島へ小旅行した。しかし大敗後にパーティーを楽しむための島へと向かったことがプロ意識の欠如とみなされ、 次節ヘルタベルリン戦の遠征メンバーから外される罰則が言い渡された。その後、フィンク監督は再びアウゴを練習復帰させるとの発言をしていたものの、給料削減を模索するチーム事情やヘルタ戦前に負傷したヤンセンの代役を務めたジギンラムが穴を埋めるプレーを見せたことで構想外となり、2013年8月28日、負傷したセアドコラシナツの代役として、 シャルケレイヨンにシーズン終了までのレンタル移籍をした。2017年5月11日、シャルケレイヨンとの契約満了により6月末で退団することを発表した。2017年8月9日、VFB シュトゥットガルトへフリーで移籍。契約期間は2019年6月までの2年間。2019年6月11日、契約満了により、 シュトットガルトを退団すると発表。2019年9月3日、ハノーファー96へ移籍。2020年8月、自身の SNS サイトで現役引退を表明した。ドイツ代表での青、5ドイツ U-21 代表としては2007年3月23日の U-21 オーストリア戦で初出場を飾り、その後、ホルストル・ベッシュ監督の下で、 メストエジルやマルコ・マリンらと共に UEFAU-21 欧州選手権2009優勝に貢献。決勝の U-21 イングランド戦では試合終了残り7分から途中出場している。世代別代表でプレーしたことで当時の FIFA の規約により自身のルーツであるナイジェリア代表の可能性が消滅した。しかし、後に フィ f ファは代表変更の年齢制限を撤廃したことにより、ナイジェリア代表の可能性が再浮上したことで注目を集めていたものの、青ゴ自身はナイジェリアサッカー協会の招待を幾度も拒否して、ドイツ A 代表でプレーしたいとの願望を表明。それでも諦められなかったナイジェリア代表のシャイブ、アモデ監督から直接会談を持ちかけられたが、医師は揺らぐことはなく、 2010年1月21日には、ヨアヒム・レイブ監督によって2010フィーファワールドカップへ向けたパフォーマンステストに招集され、5月6日に暫定27名の一人として A 代表未経験ながらも選出された。5月13日にマルタとの親善試合で同僚の DF ジェローム・ボアテングに代わって73分からドイツ代表初出場を飾っていこう。 力を示すことに成功し、最終23名の一員に選出された。本大会では、ホルガー・バトシュトゥバーと、ボアテングの存在から、なかなか出場が訪れなかったが、ウルグアイとの3位決定戦で先発及び、初出場を飾り、90分フル出場をして、チームの3位入賞に貢献した。2011から12シーズンに、クラブで不振を見せていたものの、 レーブ監督の信頼は厚く2012年最初の試合となるフランス戦へ向けて召集される。同試合では首相のフィリップ・ラームが負傷したこともあり、代役として先発出場をしたが退治するマティウ・ドゥビュシーを抑えることができずに失点に関与し批判が集中した。その後パフォーマンスが向上することもなく UEFA、ユーロ2012の一員に選出されることはなかった。 それから一年近く遠ざかっていたが、2013年4月に、エクアドルとアメリカとの親善試合に向けて招集され、5月29日に、ボカラトンでのエクアドル戦で復帰を果たした。カントリーポップグループメイヤー、エスデスティニーのベーシストであるアレッシア・ウォールチと交際している。ドイツ U-21 代表、ありがとうございます。